Another old gen project led by Jason Zhou, an independent entrepreneur based in Australia, teamed up an image generator with a language model. もう一つのオートジェンのプロジェクトは、ジェイソン・ジョーに率いられた。で、彼は独立の起業家でオーストラリアをベースをしている。が、イメージジェネレーター、ランゲージモデルとイメージジェネレーターを、合わせて、チームアップ、合わせて作った。で、ランゲージモデルレビューズ、イシジェネレーターイメージ、オンダー、basis of how closely it fits with original prompt。ランゲージモデルは、各生成されたイメージをレビューして、それは、オリジナルプロンプトに見合った、どれほど近くに、寄り添っているか。オリジナルプロンプトでどれだけ近くに基づいているかっていう基準に基づいて生成されたイメージをレビューするランゲージモデルがね。This feedback then serve as a prompt for the image generator to produce new output that is in some cases closer to what human user wanted。 このフィードバックは、それによってこのフィードバックはプロンプトとして提供する、イメージジェネレーターに対するプロンプトとして提供される。で、それはどういうことかっていうと、ある場合においては人間が望んでいたことにどれほど近いかというアウトプットを提供するということを、イメージジェネレーターのためのプロンプトとして提供する。だから人間の求めているものにどれだけ近いかというイメージジェネレーターが、プロンプトがイメージジェネレーターに近いかということを示している。まあ、あんまりよくわからないですよね、この表現は。だから要するに、ランゲージモデルがイメージジェネレーターどう近くこううまくコーディネートするかということをやってるってことだと思いますけどね。